ません、後ろから。琵琶湖放送の中田です。いよいよ今週7日に告示、知事選告示されますけれども、まあ、今まで三日月知事、何度も選挙されてますけれども、今までの国会議員の選挙ですと、解散があって地元に戻ってという形ですけれども、今回は初めて現職として のお仕事を持ちながらの選挙戦になるんですけれども、この選挙期間中の、スケジュールといいますか、まあ、公務とその選挙運動、どのような割合といいますか、1日のスケジュール、こんな割合でとお考えがあれば教えていただきたいなと思うんですが、現在期間中の日程については公務と選挙活動の関連については最終調整中です。おっしゃったように初めての経験ですので、まだ試行錯誤の点もございますが、現職知事でありますので、知事としての職務公務はしっかりと果たしつつ、しかし選挙活動にも誠心誠意全身全霊を注いで対応するということだと思っています。まあ、今日は県政経営会議で、この選挙期間中にいろいろとメディア等で取り上げられる県の課題等について、それぞれ幹部がアンテナ高く今後の議論に資するように備えておいてほしいという呼びかけと同時に、留守中、選挙活動中、よろしく頼むということを申し上げました。副知事からはしっかりと我々以下で対応いたしますのでという言葉もありましたので、一定、お任せすることもございますが、もちろん知事である、現職知事であるということは常に持ちながら対応したいというふうに思います。それでは皆様方から質問をお受けいたします。読売新聞の生田さん。すみません、読売新聞の生田です。よろしくお願いします。ちょっともう質問にも上がってはいるんですけど、改めてですが、まあ、知事選をもうすぐ控えて、今の気持ちを伺いたいのと、あと、それをお願いします。今までは国会議員を辞職したり解散でバッジを外して、もう事前の活動からもうエンジン全開でやって、公示日告示日を迎えるという活動でしたので、知事としての公務を行いながら明後日から告示っていうのになんとなく今までにない、まあ、今までとは異質の高揚感というか、はい、出来立ちもこの間やってませんし、街頭演説もこの4年間やったことないんで、うまくしゃべれるかなということがとても不安なんですけど、ただせっかく与えていただいた期間なので、県内につつ裏裏を回りながら、まだまだ私自身が認識してない課題、または可能性、そういったものを自分自身で確かめたり、より多くの方々とお会いしてお話をしながらですね、自分の家庭、地に踏めないような、そういう選挙活動ができたらありがたいなと思います。今のお話の中で、三日月知事というと、本当に現場に入られて、いろいろ話を聞かれたり、街頭演説もすごくお上手だった印象があるんですけれども、今回、これから回られるにあたって、まあ、特に重点的に回りたい地域だとか、もしくは重点的に見ていきたい課題というものが、もしおありであれば伺えたらと思うんですけれども。選挙期間中というのは、皆さんご体験された方、ご取材されてよくお感じになると思うんですけど、限られた期間ですので、より多くの人に顔と名前、政策を知っていただこう、聞いていただこうとする傾向が強くございますので、どうしても人が集まるところ、人が通られるところに行きたい、そこでやりたいということがございます。そういう活動はメインになろうかと思いますが、先ほど申し上げたように、
つつ裏裏山々も含めて、ぜひ私はその特に次の4年間は山に力を入れてですね、琵琶湖を良くするために、人口減少であるとか獣害であるとか荒廃であるとかいろんな課題がある。しかし一方で可能性もある。山に重点化した政策というのを作っていきたいと考えていますので、できるだけ山間部、また半島部、裏裏ですね、そういったところを回れたらいいなと思います。ただなかなか候補者のこういう声が選挙対策本部にしっかりと通るかどうかという事情もございますので、兼ね合いの中でしっかりと回っていきたいなと思います。選挙対策本部はもうかなりなんていうか独立して動いているようなニュアンスを受け取ったんですけれども、いやそんなことないんですけど、私も今公務しながらやってますので、その選挙の日程作りだとか工程作りは全て選対本部の準備をしていただいている方々にお任せしてます。で概略概要だけが随時入ってくるという状態ですので、細かいところまでが何か私の意向という形になってない面もあるんですが、ただそれも良しとしながら、回れたらいいなと思います。あともう一点すみません、はい、別件なんですけども、はい、選挙絡みなんですが、はい、ちょっと前の記事というかニュースですけれども、はい、加田さんに絡んでですね、大阪府の松井知事が、はい、大渡川ダムの先ほどもありましたお話で、三日月知事が、加田前知事の後継として、なられたのではないかと。で加田知事の、ダムに出すダムというのはその一丁目一番地だったと。なのでそれを翻すような選挙が近いからという理由かもしれないが、そういう裏切るような形になるのはどうしてなのと、もし加賀さんが、もう一度チャレンジされるたらどうかと思うというふうな発言をされていらっしゃるよう で、加賀さんはもちろん出ませんよというコメントもそのニュースの中ではされてますけれども、そういう、加賀さんがもし知事選に出るなら応援したいというふうな松井府知事のご発言があったことについてですね、もしご意見等あれば伺えたらと思うんですけれども。難しいですね。いや、ご意見って言ったらでも私すみません直接伺ったわけではないので、また今ちょっとこの辺り詳しくお話になったことをご紹介いただきましたけど、前後の文脈とかいろんなやり取りがあったのかもしれませんので、そのことに私自身特段思いというのは内陸新聞の木上さん。毎日新聞です。知事選にあたって知事から経歴を調査するというのは各社いただいてはいるんですけども、はい、その中で、チーム氏が特別顧問という経歴というか肩書きは書かれてないんですけども、それは使用させていただいているが間違いなんでしょう。すいません、それは毎日新聞さんだけそうなってます。ちょっと私調査費を全部見れてないので、うちの調査費は運はいいんですけども、はい、現在特別顧問であるという方が今日お持ちなのかという確認です。持ってると思います。特に外れたという認識ありませんか。はい、確かにチーム氏がホームページに載ってます。すいません、載ってるんですけどね、はい、事務所の方とやり取りしている中で、はい、事務所が特別顧問というのは、規約上ない肩書きであるとか、で知事ご自身が、現在それほど事務所が運営に託されてないので、その表記は避けてほしいという要望もあったもんで、それは知事のご意見なのかなと。すみません、何か私がそういったことにコメントをしたことはありません。私も全て把握しているわけではありませんけど、規約上規定された役職でなかったり、
まだ実質運営に携わってないというのは事実だと思うんですよ。まあ、そういう中で、この限られた紙面の中にどういう経歴、肩書きを書こうかっていうのは、おそらくそれぞれの候補者、もしくは陣営の中で考えられることもあろうと思いますので、まあ、そういう中で出た言葉じゃないかと思います。つまらない質問になるんですけども、はい、そうしたら特別顧問、現在特別顧問であるという表記をして後々クレームを作ることはないんですか？誰からも知事陣営から。すみません、ちょっと私は大丈夫ですけど、陣営は陣営の考えがあるのかもしれませんので、また事務的に、いや、もしなんかこの整理をした上で、ね、全社にこう出しているようなところがあるとすれば、私の経歴も全てをかけているわけではないと思うので、持っている方々もいろいろあるのを全て出せているわけではないとすれば、それをあえて書かれなかったから自民党さんからの圧力でもあったのかなと思ったんですが、そういうことにあまり圧力なり圧力と言われるようなことっていうのはありませんので、はい、持っているものが持っているものとして何か捨てろとか変えろと言われているようなことはございません。ただ繰り返しになりますけど、その限られた情報スペースの中で何をどう載せるかっていうのはそれぞれの判断でやっているのではないかと思います。忖度されたわけです。いや、すいません、そういう気持ちを私そのものを持っているわけではないので、忖度のしようがないと思います。例えば政見放送などのいろんな肩書きなど本当に限られたものしか出てませんので、まあ、そういうものでいたんではないかと気があるそうです。ありがとうございます。朝日新聞の真田さん。朝日新聞の真田と申します。先ほどのお話、取水器の対応の中で、はい、昨年の教訓からするとやっぱりホットラインというお話が、分かってるだろうと思ってもあえて伝達するというお話がありましたけど、具体的に昨年の教訓というとどういうところ、どういう場面で情報伝達にまずい部分があったのかというのを知事の中で具体的な場面であったりとか思っているものがあればちょっと教えていただきたいなと思ったんですが、まあ、それぞれの現場では最大限やったつもりなんでしょうけども、結果的にはですね、もっとやれることがあったんではないか、やることがあったのではないかということがいくつかあったように思うんです。例えば羽根川の放送水というのもですね、急激な水位の上昇、そういったものが例えばその地域の方々に、その市の方々にきちんと、伝えきれていたのか、ただそれはそもそもつかめるつかめないという状況もございますので、例えばそういうやり取りをもっと夜間でも頻繁にできていれば、直前にもできていれば、そういった溢水というのは防げたかもしれないし、また災害警戒本部等々を閉める、廃止する対応等についても、もちろん市や地方の警戒本部の状況もすでに廃止されたというようなことともあったのかもしれませんが、依然としてそのライフラインの停電ですとか交通のマフィアとかそういうことがあったとすれば、そういったことにも一定対応する必要があったのではないかという、こういったご指摘もございましたので、ありとあらゆることをよりよくできるようにしようという意味で申し上げました。中塩寺さん、すみません、知事選の話に戻って恐縮なんですけれども、はい、相手候補になる、近藤さんの方がですね、三日月知事のことを、自民党県連から支援することを受けて、自民党にすり寄っているというふうに批判をされています。そのことに対して知事の、ご意見、反論等があればお聞かせください。すみません、それも公開討論会で今そこにその方がいらっしゃるわけではないので、よかったら私自身がそのことを例えばどういう理由で、ね、どういう文面でこう思うとおっしゃっていることを把握しているわけではないので、コメントは一般論で申し上げたいと思うんですが、特に何か支援
ために何かを変えて、おもねりするよっていうということはないつもりです。ただまあ、4年間のことを見ていただいて、次の4年間、一緒にやろう。もちろん全てで 100% 100点満点ではないとしても、タラムをタラズを一緒に補って、また違うところは話し合って何か一点を見出していこうということで、一緒にやろうとする方が、以前とは違う形でいらっしゃったり増えたり、以前は違う方を応援されていたけれども、今回は三日月でやろうという方がいらっしゃるとすれば、それは大変心強いことだと思ってますので、そういったことを糧、力にしながら頑張っていきたいと思っています。まあ、もちろん選挙戦できちんと支持をいただくということがまず何より大事なんですけれども、選挙はある意味そのためのスタートですので、ね、その後の2年間でどう申し上げたことを実現実行していくのかということも視野に入れた、対応というのが必要ではないかなということを肝に銘じながら。ありがとうございます。あともう一点、支持自治にですね、今回の選挙で何が争点になるというふうに現状考えていらっしゃるのか、また近藤さんの方は国体問題、ダム問題をですね、まあ、争点にされるというふうなお考えなんですけども、そのあたりについてどう考えられますか。私自身はこの4年間見直せていただいておりまして、で引き続き見直せていただきたいということで立候補させていただくわけですから、この4年間がどうだったのか、その方向性、まあ、やってきたこと、これからやろうとしていることについての評価、まあ、やってきたことをやろうとしていることへのご評価を賜るのが選挙、私にとっては一番争点となります。自通信の小島さん、2点お伺いします。はい、まず1点目は、先日厚生労働省から人口動態統計が発表されまして、はい、女性 の、 まあ、特殊出生率が発表されたんですけれども、まあ、滋賀県は、まあ、1.54 ということで、まあ、前の年からはちょっと落ち込んだんですけれども、まあ、他の、近畿の府県に比べれば、まあ、高い。この辺りの強化と今後の、まあ、人口減少対策に向けた取り組みになるかを考えましたら、はい、いただければと思います。それでは1点目でございます。はい、はい、6月の1日ですか、はい、平成29年2017年の人口動態統計月報年計、これは概述でございますが、厚生労働省から発表がなされています。今ご指摘いただいたように、その中で合計特殊出生率は滋賀県 1.54、前年に比べて 0.02 ポイント低下したということでございます。まあ、全国平均が 1.43 ですし、近畿各県に比べますと、和歌山と同様 1.5 人間は超えているということでございますので、まあ、そういう意味では出生率もそうなんですけども、出生数を見てもですね、前回よりも500人近く減っているということですので、こういう状況にあることをしっかりと踏まえてですね、人口減少対策について、良質の危機感を持って、良質の危機感を持って対応していきたいと思います。まあ、現在、総合戦略で、さまざまなプロジェクトを平成27年10月から動かしているところですので、そういったものを着実に動かしていくところに、まあ、まもなく3年が経過いたしますので、こういう発表される統計資料
少し精緻に分析しながら来年の予算であるとか今後の政策作りに臨んでまいりたいと思います。あともう一点、もう一点なんですけども、すいません、保育所の関係なんですけども、はい、保育の無償化に関しまして、はい、認可外については一定の負担を求めるというような内容が、決まりました。あと、基本的な流れとして来年10月 の、 その消費税の引き上げに伴いまして、全面実施を、ね、するという保育料無料化ですね、実施することになっています。市町の中にはですね、これに伴いまして保育所は増設しないといけないではないかという懸念もあるようです。県としてのこのですね、無償化についてのお考えをちょっとお伺いできればと思います。こういった保育にかかる就学前の子どもたちの教育にかかる負担を社会全体で、分担していこうという考え方については、私は必要なことではないかと思います。と同時に、必要な施設整備、こういったことにも市や町、国とも連携しながら取り組んでいきたいと思います。ただ同時に、最近顕著に、出てきておりますのは、この人材確保に、保育人材を確保することに大変苦慮される法人さんですとか、市町があるという実態もしっかりと踏まえてですね、この保育人材確保と、もしくはその多様な保育等が認められるような、そういう仕組み作り、そういったことも必要ではないかと思いますので、この1、2年の取り組みというのは大変重要だと思っているんです。無償化されると、潜在保育というものが顕在化するということですね。よく市町と状況を確認しながら対応を進めていると思います。ありがとうございました。市町の石川さん。市町の石川ですけれども、3点ほどを伺いたいんですが、まず京都府の石垣知事がですね、1日の定例会見で、財務団の新設 FP というのを、提供を検討されて調査したけれども、今のところというのは入るんですが、変わりはないというご発言があったようですけれども、先ほどの大阪府知事の変則発言も含めてですね、かなり仮ごろ大阪府の人は、これは意外にハードルが高いなというような感じも受けるんですが、知事はどのように受け止められたか。京都もあれで結構ですけれども、1点目はですね、2点目は、3日 の、 その劇大会でですね、先代の共同本部長の山根さんの方から、まず知事選があるということを知られてないと。あと、三日月知事の知名度も、全権的に広がりないに広めてほしいと。それから、期日前投票を力を入れてほしいというような訴えがありましたが、かなりその前回の 50% よりもですね、京都もそういう傾向があるんでしょうけど、下がると、可能性がですね、あるという危機感をおそらく、山根県議に持っておられるんだと思うんですけども、まずこれ、下手したら30、稲葉さんが、国松さんの再選のですね、38ぐらい行くかもしれませんし、あるいは稲葉さんの再選のですね、43% ぐらいまで落ちるかもしれませんけど、その辺どういう具合に、なぜこの知事選が盛り上がらないのかと、運動力なのか、それとも、共産党のオール与党体制が盛り上がらないのか、その辺知事はどう受け止められて、今後、その当事者の一人としてどういう場合に、投票率を上げるというか、運動力を上げていくというお考えがあるのか、伺いたいです。この2点でよろしくお願いします。ありがとうございます。まず、大東川ダムをめぐる京都府、大阪府、その知事の発言等々、その一つ一つに琵琶湖
し上げるのは、適切ではないのかもしれません。まあ、いずれにしても今回県として勉強会を設置して国の事業ではございますが、県の事情、都合、立場、そういったものを一定取りまとめて国にも対応系にもお伝えしていくということをいたしておりますので、そういったことは、時期も見ながら結果も持ちながら丁寧にお話をしていきたいと思います。まあ、ただ上流と下流、もっと言えば右岸と左岸、それぞれがなかなか折り合わない歴史なり特性を持つのが治水であるとすれば、一定時間も労力も必要なのかもしれません。そこは丁寧にやっていきたいと思います。また知事選挙をめぐる、知られてない三日月の知名度、期日前、もって投票率とどうなんだというご質問なんですけど、私は当事者の一人になる予定ですので、あまり私自身がどうこう言えないかもしれません。今知事としては、もしくは選管で、事務局でお預かりしている県としては、なるべく投票率をしっかり上げていくという、こういった運動を選挙管理委員会にしてやっていただいていると思いますので、そういったことも重要でしょうし、この間期日前の投票環境を随分改善してきていただいています。また投票年齢も引き下げられ、初めて行われる知事選挙でもあります。こういった環境改善ですとか、投票年齢の引き下げ、有権者が増えた方々にしっかりとこの知事選挙があることを、またこういった課題や可能性をしっかりとお知らせするということも必要だと思いますので、ぜひメディアの方々ともしっかりと立場分担しながらですね、お互いわきまえながら、せっかく行われるこの知事選挙について、より多くの方々に知っていただけるように取り組んでいきたいなと思っています。で、候補者の一人になる身としては、一生懸命やってるつもりなんですけど、17日間長いなと思うんですけど、その17日間で行ける箇所、会える人、話せる人ってものすごく限られてますので、前回も相当激突で、もう相当みんながガリガリやったと思うんですけど、 50% そこそこでしたので、なかなか選挙ってのは難しいなと思ってますので、そういう意味で最大限、私自身はもちろん公務との兼ね合いにはなりますが、精力的に訴えて。時間が超過してまいりましたが、いかがでしょうか。NHK の鶴本さん。先ほど出た質問と重複する部分はあるので申し訳ないんですけれども、先ほどの大道川ダムの必要性低いと京都府知事が発言したとか、大阪府知事が批判的なことを言ったとか、複数の府県知事が批判的なことを言っていることがちょっと気になりますので、そういった隣府県と知事とうまくいってないのかと勝手に思ってしまいます。その点と、その大道川ダム勉強会結果がいずれ出る、その結果というか方向性を、反対の方向を向いている、完全に反対の方向を向いているかもしれない人権の地をどう説得、どの時点で、どのように、どのような時点でどう説明していかれるんでしょうか。ライバル